8月17日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、こんにちは、日本放送の飯田浩司です。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からです。はいはい、大阪はですね、今日なんか雨が降るような予報もあったんですが、現状曇りですね。気温が、まあ、30度ありません。 28.6 度、湿度 79% でかなりムシッとしてますが、まあ、あの37度とか8度とか9度みたいな暑さではないですけどね。ただ私今日午前中に、今日あの雨が降るという予報だったので、はい、雨が降るときにはちょっと私この後の移動も考えたときにですね、まあ車にするかと思って車で来たんですよ。でそうすると1日に目標としている1万歩にとても達しないので、今日私午前中から近所を走っております。お元気ですね。お元気ですね。でもね、関西に帰ってきてね、はい、いやまあ今東京と関西と半々で暮らしてますよね。関西帰ってくるとやっぱちょっとね、雰囲気違うなと思うことが、特に今週、今日昼ニュースを見てたんですよ。11時半からどこでもお昼ニュースやってますよね、はい、で最後5分ぐらいローカル枠っていうのがあるんです。まあ、東京の方も気がついてないかもしれないですが、東京でも同じです。だいたいあの11時半から始まるニュースって40分ぐらいまでが、全国枠で、それからローカル枠が数分間あって、天気予報みたいな構成にどこでもなってるんですが、そのローカル枠の関西版のニュースを見ていたら、お昼のニュースのストレートニュースですよ、そしたらですね、アナウンサーがね、要するに阪神タイガースがマジックついたっていうニュースをどうもやってるんですよ。で阪神タイガースがマジックついたニュースやってるんですが、そのニュースの締めコメントがね、私のこの曖昧な記憶で喋りますけど、その女性のアナウンサーが淡々と、阪神はこれであれを目指しますって言ったのよ。でそれ見てたうちのかみさんがね、まあ、あの別名でかいペットとも言いますけども、何あれってっていうそりゃそうだ。まあ、うちのでかいペットはですね、実は現役時代にスポーツ記者をやってたこともあるし、多分野球のスコアぐらいはつけられると思うんだけど、そのぐらいの人間でもですね、昼ニュース見て、阪神はこれからあれを目指しますとか、あれに向けて走り出しますみたいな原稿を聞いたときに何あれってってこれストレートニュースの原稿としては不適切じゃないかな。いや、おっしゃる通りだと斬新ですね。関西なら多分そのニュースの原稿を書いた記者やチェックしたデスクは、まあ通じるだろうと思ってオンエアをしたはずなんだけど、多分相当数の視聴者がですね、何あれってまあひっくり返りますよね。これ関東だとまず分かんないだろうね。まあそうですね。関西だからね、もしかすると、いや、うちが特集でほとんどの関西の家庭は分かるのかなとか思ったりするのも、あの今日は車で来ましたけれども、はい、先週か先々週かなんかにあの電車で来た時に、大阪環状線で、はい、大阪環状線の森の宮のというところでですね、イベントがあるんで、そのポスターが出てたんですが、そのポスターがですね、今年最高のあれが7月にっていう今年最高のあれが7月にあれって何よと思ったら、はい、あのシルクドソレイユのアレグリアの大阪公演のポスターですね。大阪公演最高のあれって、ああアレグリアかと。本当だ。だから今関西ではかなりあれというのは一般的に使われる言葉になってるのかもしれないですけども、いや関東関西結構温度差あるなと思いながら。確かにね。そっか、もうあのタイガースだけじゃなくって、いろんなものにことあれっていうものが使われてるんですね。だからうちのかみさんが、まあ、うろんなんで気がつかなくて分かんないだけで、もしかすると、
関西だと一般的にあれといえば阪神の優勝のことだということで認知されてるのかなと思いますよ。それで、それでなんであれっていうのって言うから、いやいや岡田監督が、阪神の岡田監督が優勝っていうのはあれはどうなんですかね。わざとそういう優勝みたいなことを言うと、まあなんか願い叶えたいときにそれを言葉にするとどうのこうのみたいな験担ぎで、あれという言葉に置き換えてるのか、単に言葉が出てこなくてあれにしたのか。いやこれしかもね、ルーツが阪神じゃないんですよね、またね。オリックスの監督やられたときに、確か交流戦で、あれよあれよというところで優勝をするかもみたいになってきたときに、あれっていう言葉使って、ほら、選手にね、プレッシャー与えたらあかんからね。うん、あれよ。それは今のは星野さんですか。岡田さん。岡田さん。ああ。というような話だったはずで、最初は。あ、そうなんだ。ほら、ほら。まあ、でも今一応あれといえば阪神優勝のことということになってますよ ね, すね、ええ、あれ、あ、そうか、選手にプレッシャーを与えないように、はい、あえて優勝という2文字を使わなかったと、はい、そういう岡田監督の配慮である、配慮だ、ああそれが正しい解説だったんだ、まあしかもね、俺かみさんにさ、ほら岡田だろ、言葉出てこなかったんだよひどい。うちのかみさんがアホなのって言うから、うちの大学の同級生はなんてこと言うんだみたいなんでね。大学の同級生ですか、しかも早稲田大学。そうです、ちょっと自宅で一悶着ありましてね。まあ、昔ほら阪神優勝っていうのは商標登録して一騒動ありましたからね。あった今回あれも登録してる人いたりするんですね。1985年の阪神優勝の時の前後だよね。そう、90年代に入ってからの優勝というよりやっぱり85年のあの時の優勝ってやっぱり岡田掛布の3連発ホームランとか、はい、バックスクリーン3連発、だってこの間ね、大阪で高速道路走ってて、ああ、もうなくなったと思ったんですけど、私の記憶で言うと、ついこの間までね、はい、バースが宣伝当時していたお風呂があるんですよ。風呂桶かな、だから浴室、だから家庭用の浴槽ですね。家庭用の浴槽の宣伝に、バースがバスの宣伝みたいな、ほら、ダジャレだと思うんですけど、なるほど。それやってたのがあって、その会社の上に大きなバースが風呂入ってるポスターがあったんですが、かなり長いことありまして、少なくとも私の記憶では数年前まであったんですが、この間そこの横を通りかかったら、バースがバスに入ってるポスターなくなった、ついにと思ったくらいだから。だからそのあたりの事情はですね、ちょっと関東の方は理解していただけないかもしれませんが、今関西はある意味なんかふつふつとね、盛り上がりを感じますよ。だ、バースのバスはっていう、ああそれ写真が確かにネットに上がってますか。ネットに上がってましたね。なるほど。はあ。てなことでね、やっぱり東京大阪をね1週間の間に行き来してるといろんなことがありますよ。その上これ、まあ今の話と何の関係もないんですが、はい、昨日飛行機で大阪に帰ってきたら隣に座ってたおっちゃんがですね、ずっと口の中でブツブツ言ってんですよ。うるせえなこのおっちゃんと思って横見たら、多分かなり偉い人なんだと思います、というのが手元にですね、なんかのイベントのスピーチ用のプロンプターの原稿、スピーチ原稿そのまんまじゃなくて、はい、プロンプターっていう偉い人が今なんか演説するときにデジタルプロンプター、要するにモニターに 字が映ってその字を読み上げるっていうの結構やるじゃないですか、総理の会見とか、明らかにそのプロンプター用の原稿なんですが、プロンプター用の原稿をずっと下読みしてるの隣で、練習してるんで、それ横で聞いてたらもうここでもう言ってもいいかなっていうぐらいな、あの会社のああいうイベントのそういうビッグイベントのスピーチしてる人で、あ、結構偉い人なのねこの人っていう、昨日面白かったですよそれは、やっぱね移動するといろんなことが分かるね世の中の、ですね、とどまってちゃいけないですよ、しかも飛行機でよかったですよね、新幹線だったら昨日、今日そうだ、その話を今日飯田君にね、これから散々聞くからよろしくね。じゃあ先行きましょう。では株と為替の値動きです。今日鉄道ファンとして責任取ってもらうからね。いや何を言ってるんですか、安全第一です、株と為替でございます。いや客商売だろ何言ってんだ。お客様の安全のためでございますので。バカ野郎、客商売
いだ、まあ、運ばなくて何が鉄道会社だ、ふざけんな。何はともあれ株と為替を、ね、まずはね、はい、東京株式市場日経平均株が続落でありました。昨日と比べて140円82銭安い、3万1626円ちょうどで取引を終えております。アメリカの利上げが長期化するとの懸念から、前日のニューヨーク市場で株が値下がりした流れを受けまして、今日の東京市場でも値傘株を中心に売りが優勢となりました。為替1ドル146円40銭付近での取引、昨日のこの時間と比べますと90銭ほど円安となっております。ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は7月の訪日客232万人というニュース、そして5時台はベトナムの EV メーカーがナスダックに上場、初日の時価総額でフォルクスワーゲンやフォードを超えるというニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com。 番組を聞いての感想は旧ツイッター X で参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日の5時26分頃のズームオンミュージックリクエスト、エンディングでお送りする曲ですけれども、今日のテーマ、お題は阪神がアレに向けて走り出した時に聞きたい曲。阪神がアレに向けて走り出した時に聞きたい曲。あれあれを除く。あれあれあれかな。あの森山涼子さんの。そうそう、森山涼子さんのあれあれあれ。除く。はい、お待ちしておりますので、選曲の理由も書いて、ズームアットマーク1242。六甲おろしも除く。そう、それ来そうですもんね。じゃあその2曲除いて送ってください。お待ちしております。何ですか？もう何いいですか？どうぞどうぞ。私が昔出した負ける気せんでも覗く。なるほどなるほど。覗いちゃうんですか？覗いちゃいますか、あれも。覗いちゃいます。これ、今の2つ覗いたらもうこれしか残らないだろうという。じゃあ3曲覗くで。はい、そうですね。はい、はい、お願いいたします。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。 NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長の側近イエンセン氏は、ロシアの侵攻を受けるウクライナが占領された領土の一部を諦めれば NATO に加盟できる可能性があるとした自身の発言について間違いだったと訂正しました。財務省が発表した7月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は787億円の赤字でした。赤字は2ヶ月ぶりです。中国経済の回復が遅れて、輸出が前の年の同じ月と比べて 0.3% マイナスの8兆7250億円となったことが影響しています。アメリカのトランプ前大統領が2020年の大統領選挙の結果を覆そうとしたとして、ジョージア州の大陪審に起訴された事件について、ジョージア州の検察は初公判の期日を来年3月4日とするよう裁判所に求めています。3月4日は大統領選挙の予備選挙や党員集会が多くの州で一斉に開催されるスーパーチューズデーの前の日で、トランプ氏側の反発が予想されます。中古車販売大手のビッグモーターの店舗周辺で街路樹が枯れるなどしている問題で、東京都は都内14店舗付近にある街路樹の土壌を調査した結果、9店舗で除草剤の成分を検出したと発表しました。これに伴い、昨日ビッグモーターの役員が都庁を訪れ、事実を認め謝罪した上で原状回復を申し出ました。ディスカウントストアのドン・キホーテを運営するパンパシフィック・インターナショナル・ホールディングスの今年度の営業利益は1053億円の過去最高を記録しました。コロナによる規制が緩和されたことにより、外出需要が増えたことで、季節商品などの販売が好調だったということです。
産経新聞によりますと、大阪市内を南北に走る新たな鉄道路線、なにわ筋線の開業に合わせて、阪急電鉄は2031年に新大阪から関西国際空港を直接結ぶ列車の運行を開始する方針です。さて、忖度ネタ、なにわ、これも関西の話ですが、飯田君大丈夫ですか？はいはい、なにわ筋線。はい、なにわ筋線とは何ですか？まあ、梅田の北のあたりからまっすぐこう貫いてって、難波とか、まあ、関空までを非常にいい便利にするよみたいな路線ということで、の関東、東京の方は関西国際空港の位置関係分かってないと思いますが、はい、まあなんか大阪湾にあるから便利そうな印象をお持ちの方多いと思いますけども、まあそうでもないんですね。やっぱりね、北の方にある伊丹空港っていうのが圧倒的に便利なんですよ。で、南の関西国際空港までは時間もかかるし、はい、そうですね、JR で大阪環状線の京橋っていうところから乗ると1時間半ぐらいかかったりなんかするんですね。大して距離はないはずなのに、結構ね、電車がゆっくり走るもんですから、南海で難波から行ってもそれでも30分じゃ無理ですね。そうですね、はいはい、で、阪急からは今のところ連絡してないんですが、これ、2031年以降に阪急が乗り入れるということになると、はい、阪急が乗り入れるということになると、阪急は京都と梅田、はい、大阪ですね、京都と大阪、神戸と大阪つないでますから、はい、京都方面や神戸方面からダイレクトに関西国際空港まで行けるという、そういう話なんで、結構でかいニュースなんですが、ダイレクトが難しいんですよ。レールの幅が阪急線違うんで、多分重曹っていう、まあ、阪急線のターミナルの駅に乗り入れて、そこで乗り換えてもらう形になるのかなって。なんとかしてよ。いや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 、これ新幹線、阪急の電、はい、阪急の線路幅っていうのが広いの？そうです、新幹線と同じ1435ミリで、で、これ、なにわ筋線は JR とかとつなげるんで、線飛び67ミリの。いわゆる狭いやつね。狭いやつ使う。狭いやつ。そうなんです。どうなの？関西の私鉄って阪急以外はどんな線路なの？基本的にこの標準機と呼ばれる1435の幅が多いっちゃ多いですね。広い方ですか？広い方が。はい。阪神電車もそうだし、いいですね、新幹線広いんだろ？新幹線広いです、はい、新幹線の線路幅と阪急の線路幅は同じ？同じ、はい、同じ、はい、で、JR の在来線が狭い？狭い、そうです。ああ、そうなんだ、はい、じゃあ、線路幅っていうか、車輪幅変えられる電車作ろう。おお、それね、それこそ、長崎に行く新幹線でやろうとして、これがうまくいかないよね、っていうのがずっと悩む。うまくいかないの？うまくいかないんですよ。電動で、ほれ、ウニーって。ウニーってね。だって映画のトランスフォーマーなんか見てると、あんだけガチャンガチャンいろいろ変われるんだからさ。いやいや、映画の車輪の幅ぐらいなんとかなるっしょ。いやいや、これがなんとかならないで、なんとかなったらもうちょっとね、うまいことやれるんですけど。そうですか。乗り換えがいるのか。それちょっとめんどくさいな。なんとか乗り入れてほしいよな。そうなんですけどね、はい、まあ、それにしても冒頭の話ですが、はいはいはい、ですか、新幹線ほらよく止まるじゃないですか。よくよく、あのね、まあ、止まる原因は、まあ、雨だから一定基準雨量を超えたら止めますっていう話ですよね、はい、あれって毎回違うところの雨量計が超えてるのかな。まあ、基本的には、まあ、そうですね。雨量計いろんなところに設置されていて、まあ、ザーッと降ったところで超えちゃうとああいうことになる。てかね、今もこれだけさ、はい、それ100年に一度の豪雨とかみたいなものは地球温暖化の影響なのかどうなのかわからないですけども、豪雨増えてますよね。そうですね。で、豪雨のたんびにこんだけ止まったらさ、はい、それはやっぱり自然災害だからでいつまでも我慢してられないわけでさ、だったら、はい、ね、もう雨が増える時代なんだから、もうちょっと雨に強いようにシステムの改築とか改修とかできないの？いや、おっしゃる通りで、まあ、構造物の強度、あるいはこうね、とか、いろいろやってですね、規制値をちょっと下げたりとかっていうのはやってるんですけど、まあ、追いついていかないというね。いや、追いついていかないじゃ済まないと思うよ。俺さ、それで言うとね、はい、ちょっと日本っておかしいなと思うのが、まあ、今、鉄道の話ですが、はい、高速道路の議論になったね、東京と大阪の間で2本目の高速道路を作りましょうと、はい、まあ、あの議論になった時に、新東名、変な議論だなと思ったことがあって、なんでそれ作るんですかって聞いたら、いや、
阪神淡路大震災みたいな大きな震災が起きたときに幹線が一本じゃそれが潰れたらやっぱりバックアップの道路がいるでしょってそういう説明だったんですよ、はい、で私それを聞いていや結構みんな納得してたんだけど、俺それ聞いてて納得いかねえなと思ったのは、だったらさ、今ある一本を地震で壊れないように作れよと、地震が来たら壊れる前提じゃそこの上走ってる車はみんな下へ落っこっていっぱい人が死ぬじゃないかと、とりあえず新しい道路作るよりも今ある道路を壊れないようにする方法が先じゃねえのかと、と思ったんです。その点で言うと、はい、今、まあ、リニアに別に私反対じゃありませんよ、はい、ね、できれば生きてる間に乗ってみたいなとは思うんだけども、うん、だけどやっぱこれだけ雨で止まって簡単に止まるということになると、やっぱ公共交通機関としての役割を果たせないわけだから、うん、そこをまず何とかするのが先じゃねえか。まあこれただ雨そのものはね防ぐことはできないんで、で、まあ、インフラの強度ももちろんやってはいるんだけれども、それ以上になっちゃうとこうなっちゃ う, ね、ここから先はね、はい、飯田君、何ですか飯田君、国鉄、国鉄の鉄道マン、ね、さあ、はい、俺さ1970年代から国鉄ずっと見てんだけどさ、はい、ありがとうございます。なんか簡単にすぐ、はい、ストだっつって電車止めてさ、客商売だという自覚がそもそもないんじゃないか。いやいや、でそれ JR、 それだからこそ民営化したのに、はい、民営化されて JR も結局私鉄動いてるのに JR だけ止まってるってことが関西ではよくあるわけで、はい、客商売だということの自覚がさ、旧国鉄の親方日の丸から意識抜けてないんじゃないか。いや、おっしゃることも分かるんですけれども、お客様、我々もですね、新大阪のアホほどでっかい声のアナウンスにしたってさはい、異常だろ、客商売だとても思えないだろ、これ、お客様、どうなってんだよ。おっしゃる通りですが、我々もですね、まあ、様々な事故を乗り越えてまい、りました、その中でお客様の安全というものが何よりも大事だと。いや、安全大切だけどさ、公共的役割って、人を運ぶという役割をどう思ってんだ、はい、人を運ぶという役割は非常に大切でして、そしてその人をですね、安全に、怪我なくお運びするというのが、我々の使命でありますので、やはりですね、ここは危険が伴うというときには安全サイドで考えるという、まあ過去にですね、さまざまな事故、まあ福知山線の天ヶ崎の事故もそうですし、三河島、鶴見、本当にさまざまなことでご迷惑をおかけしてまいりました。今ね思い出した。はいはい。思い出した。お芝居やめですか、僕。上流を。ちょっと辛坊さんもなんかね、自由すぎます、今日なんか言ってることが全部もっと自由なこと言おうか。いやもっと自由なこと言うとさ、ビッグモーターの除草剤俺さすごい気になってんだけどさ、その辺のね、植え込みのところが雑草でボーボーで、はい、交通標識も見えないようなところあるじゃない。ありますね。除草剤撒いたら偉いじゃん、ビッグモーター。いやでも木枯らすって相当ですよこれ。そうですね、いや木枯れるほど除草剤撒くのは無理らしいよ。いや本当だ、何使ったんだろうね。これ本当に因果関係あんのか。いやだから除草剤だったのかどうなのかっていうのもね、だって全部の店舗でやってるはそれはビッグモーターが組織的にやったと思うんだけど、全部の店舗でもないわけだろ。まあ、これだったら美観を守るために除草剤撒いて偉いじゃん。非難されるような話かこれ。でも何でもかんでも叩きゃいいってもんじゃないだろう。全部なくなっちゃったっすからね、あれ。暴言かましてみました。そんな気がしました。そんな気がしましたが、辛坊さん今日は歩きすぎですよ始める前に、ね、はい、記事にしないでくださいね。フラッシュでした。はい、8月17日木曜日、時刻は午後4時3分を回っています。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と、東京有楽町日本放送第3スタジオから増山さやかと飯田浩司の3人でお送りしております。ここで番組からのお知らせです。辛坊治郎ズームそこまで言うかでは、関東大震災から100年にあたる今年、関東大震災に学び、都市型震災に備えるための情報を発信する特別番組を来月9月4日月曜日にお届けいたします。番組では防災士の資格を取得した日本放送のアナウンサーが直接あなたのご自宅に伺いまして、ご家庭の防災対策をチェックいたします。
そしてその様子を収録いたしまして、9月4日のズームの特別番組の中で放送する予定です。で、お伺いするご自宅というのは2件ぐらい想定しています。で、事前の収録になりますので、日程などもご相談させていただきます。ぜひチェックしてほしいというリスナーの方、住所、お名前、電話番号、マンション、木造一戸建てなど、ご自宅の種類、そして防災についてお悩み事があれば、ご記入の上、ズームのメールまでご応募ください。メールは、zoom@1242.com です。日本放送のね、アナウンサー、防災士の資格を取ったアナウンサーが直接伺って、チェックをいたしますので、はい、ぜひご協力ください。よろしくお願いいたします。さあ、ではご意見いただいておりますので、ご紹介いたします。大阪府大阪市のたっちゃんさん、36歳男性です。この方いつもねポッドキャストで楽しく拝聴しております。ありがとうございます。ご存知かもしれませんが、はい、現在 SNS で話題の G2 さんという岸田総理のモノマネ芸人さんがいらっしゃいます。岸田文雄のオールナイトニッポンというネタもアップされており、日本放送ひいては飯田アナとの縁を感じずにはいられません。モノマネクオリティも飯田アナと甲乙つけがたく、ぜひいつかズームにてモノマネバトルを期待しています。わ、全然知らない、ね、知ってた？私も知らなかった。なんかあのツイッター、まあ、今 X かで話題になってるのが私のタイムラインに流れてきた。こんな人いるんだ。ライバル現れる。ライバルじゃないですよ。いや似てる似てる、確かに似てるっていうか、ね、似てる似てる、どう、あの自分の飯田君のやつとどっちか似てる？いやいやいや、自分のは客観的に見らんないですから。あ、ごめんなさい、その G2 さんという方よくわかんないんで、ちょっと今度調べてみます。いや G2、まあ、まさかあの G2 じゃないだろうな。いや私のね、はい、テレビ局時代の後輩で G2 っていうやつがいてですね、彼はあの演出局を辞めて演出家になって、舞台演出の分野でかなり、まあ、や有力というか人気というかですね、実力があるというか、私の知ってる中で私の出身の放送局で、会社辞めた後成功した数少ない。そんな、あと一人私の同期の中野博之君っていうあの映画監督になったやつが、こいつは優秀でしたけどね、まあ、それ G2 君はもっと後輩なんだけど、これあの演劇界では有名な、本名辻君っていうんですけどね、ひっくり返して G2 なんだけど、だいたい G2 っていう人はみんな本名辻君だったりするじゃないですか。そうですか、その岸田総理のモノマネ芸人の G2 さん、ちょっと今度チェックしてみます。ちょっと ね、あの気にかけていきましょう。ちょっと飯田さんもね、闘志が湧いてくると。絶対飯田君の方が上だと思うんだな。いやいやいや、そんな聞いたことないから、まあ一応言うだけですけど、とりあえずね、はい、はい、ではそのまだまだご意見お待ちしておりますので、メールはzoom@1242.com、 そして X でもねつぶやいてください。漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。で、今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、阪神がアレに向けて走り出した時に聴きたい曲。森山良子さんのね、あれあれと、ロコおろしと、辛坊さんの負ける気せんねを除くということですので、ね、よろしくです。はい、よろしくお願いします。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。7月の訪日客232万人。日本政府観光局が昨日発表した7月の訪日外国人数は232万600人でした。コロナ禍前の2019年7月と比べた回復率は 77.6% に上昇しております。日本への団体旅行禁止の影響で出遅れてきた中国本土を除くと 103.4% となります。で、中国は今月10日に日本への団体旅行をおよそ3年半ぶりに解禁しております。まあ、中国の団体旅行客が日本に来るにはまだ若干のタイムラグがあるでしょう。今月の10日に、まあ、解禁でビザ申請受付始めて、そこからビザ申請していろんな手続きをやって、はい、ということになると、まあ、本格化するのは秋かなという感じがしますが、
ただまあ昨日も別のコーナーでお話をしたように今銀座4丁目界隈の定点観測すると、うんうん、昨日のお昼時点で私のアカウントによりますと8割外国人というえらいことになり始めてますから、これ中国の団体旅行の皆さんが秋に来るということになると前々から言われているオーバーツーリズムという言葉がね全世界的に使われ始めてますけれども、はい、これが日本でも話題にもっともっとなるんじゃないかと思いますよ。日本はねまだまだ対策できてないですから、特にあの、うん、私ね結構海外いろいろ辛抱の旅という YouTube のチャンネル主催してるもんですから、それで海外にも仕事で行かざるを得ない状況でいろんなところに行くに際して、はい、で今年の秋にあのエジプトの取材旅行を観光しようと思って今計画をいろいろ立ててるんですが、おやっぱりね事前予約がいるところがものすごく増えてるんですよ。でヨーロッパなんかでも私が1970年代の後半からずっと一人旅してた時代に、例えばあのバルセロナに有名なサグラダファミリア教会だとか、はい、グラナダにアルハンブラ宮殿であるとか、はい、パリ、まあ、パリは今も予約がいるのか知りませんけれども、まあ、ルーブルであるとか、はい、いろんなところありますよね、うん、それからモン・サン・ミシェルとか、ほとんどの世界の観光地は事前予約制になってるんですね。でいきなり行っても入れてくれなかったりなんかするわけですよ、はい、ところが日本は、はい、京都あたりのお寺有名寺社いっぱいありますけども、少なくとも私が知ってる限り事前予約がいるという寺社は聞いたことがないですね、うんうん、今例えば東京でも浅草寺行くのに事前の予約いらないですね。いらないですね、うん、スカイツリーに登ろうと思うとあれはもうあの開業した時からなんか予約いりますけども、はい、そういうところがむしろ特殊なんで、一般的な観光地っていつでもどうぞっていうところ多いですよね日本の観光地って、うん、だけどね持たないと思いますよ。これもキンキン持たなくなると思いますよ。今でももういっぱいいっぱいですからね。だから日本でも有名寺社観光地がインターネット等を通じて事前予約制になるのはもう時間の問題じゃないのかなという感覚を持っております。で今その7月の発表で、はい、各国別を見てみますと一番多いのが韓国からのお客さん。このね各国別の数字を見ると、私が銀座築地で定点観測して言葉聞いてて何国人っていうのの判断してるのとほぼマッチしてますね。一番多いのは韓国からのお客さんで62万6千人、これ多いですよね。それで、次台湾42万2千人、中国は団体旅行はこれからなんだけれども個人旅行に関してはもうあのビザ出してて、はい、この個人旅行で今あのビザが下りて日本に来てらっしゃる方というのは、まあ、中国の中でも、まあ、圧倒的に富裕層が多いんですが、中国が韓国台湾に次いで7月の時点でまだあの団体パックツアーの団体客にビザを出していない状況で31万3千人、はい、すごい数字ですよね。本当ですよ。それぞれの国の人が一体日本に来ていくらお金を使うかというデータを見ると、はい、まあ、1位がイギリスで35万9千、まあ、やっぱりあのイギリスから、地球反対回ってね、うん、まあ、反対は180度だから135度だから反対にはいかないですけど、まあまあ反対地球半分ぐらい回ってやってくる皆さんは腹くくってきてますから、お金使いますよ。35万9千円平均なんですが、ついで中国ですからね。そうですね、33万8千円。ただこのついで中国の皆さんは、ただこの勢いで団体旅行の方が秋以降もお金を使うかっていうとそんなこともなかろうと、今来てる中国の人たちというのは団体旅行が解禁される前に個人旅行で来られるぐらいの、まあ、いや超のつくような富裕層も含めた富裕層中国人が今のところ退去して いらしているという状況の中なんで、同じ勢いで消費が続くとは思えないんだけれども、だけど、まあ、コロナの間中なんか特にそうなんですが、まあ、あの銀座界隈の百貨店なんかも私日本放送の仕事が終わった帰りにだいたい趣味のようにしてプラプラ歩くんですが、まあお客さんいなかったんですけど、今もうお客さんいっぱいですよ。で手元のデータを見てもですね、免税売上高が大丸松坂屋百貨店がこれ前年同月比 4.2倍、高島屋 3.2倍、すごい勢いになってます。
だからまあ関西でもやっぱりドラッグストアなんかの人に話を聞くと、はい、やっぱ秋からの中国人観光客の商品に期待する声は非常に大きいんですが、同時にですね、はい、やっぱりあのオーバーツーリズムってこのまんまでいいのかっていうようなことの問題点がそう近々浮上するだろうなと思います。さあ次のニュースいってください。はい、では続いて解説するニュースこちらです。自民党の安倍派新体制について塩谷座長案を了承。自民党の安倍派は今日行われた総会で塩谷立会長代理が実情の派閥代表となる座長に就任する案を全会一致で了承しました。安倍派は内閣改造党役員人事を前に新体制へ移行したい考えでした。また新たな意思決定機関として常任幹事会の設置も決めました。安倍派という自民党最大派閥ですね、今何人いますか、100人ぐらいいますか。はい、100人超えてるはずです。2番手の派閥が今麻生派かな、はい、麻生派55人、茂木派54人、岸田派46人という、うん、となると安倍派というのは他の2位、3位、4位の派閥に比べると倍ぐらいの、はい、国会議員を要する最大派閥なんだけれども、他の派閥と最も違うところは、うん、次の世代で総理を目指すというのが誰か決まっていないということの中で、はい、総理がこの人だろうなということが決まっていると、まあ、派閥のトップは名前を売るとか、まあ、いろんなことも考えて次の総理候補者に派閥のリーダーになってもらおうかというようような動きが生まれるんだけれども、はい、安倍派は人数が多すぎるということもある上に、具体的に次の総理大臣誰って言われたときに、まあ、弾が多すぎるということもあるのかもしれませんが、一人に絞れないので、さらに人数が増えると当然のことながら、あの分裂方向に向かって力が生じるというようなこともあって、はい、安倍さん亡き後一体この自民党最大派閥の、まあ、これまだ今でも安倍派って言うんですよね、これ。そうですね、変な話ですが、今でもこの安倍派のリーダーを誰にするの、どういう体制でこの、おそらく、次の総理を派閥としては目指すだろうと思いますが、どんな形で目指していくのということで、うん、今日総会が行われた。はい、そうです。今日の総会でどういう体制になるのかというのが見えてくるだろうということで、決まったっていうニュースですね、一応。一応そうですね、はい。どういうふうに決まったんですか。まあ、実情の集団指導体制で、まあ、一応塩谷さんが、まあ、座長という形にはなるんですが、何か決めるときは常任幹事会で決めると。で、その人選は一応この座長の塩谷さんに一任という形になっているんですが、この、まあ、ね、常任幹事会体制って、まあ、塩谷さん、下村さんの今までの会長代理から一世代若い人たちで、代表的になの5人を今挙げられているんですが、まあ、この人たちと塩谷さんで話し合ってこういう形にしようよみたいなことが言われていたんで、まあ、世界の情勢に詳しい人やこの方面に興味のある人は今の飯田君の解説でかなりクリアに分かったと思いますが、そうでないと何が何だかさっぱり分からないということなんで、はい、その基礎知識だけ整理してお話をすると、安倍派、安倍さんなきゃあと、まあ、会長代理という形で73歳の塩谷立さんという衆議院議員と、同じく衆議院議員の69歳の下村博文さん、まあ、ゆや、はい、現役の中では長老閣と言っていいですかね、はい、この下村さんと塩谷さんという2人が会長代理で、でその下にというかもうちょっと若い5人衆と言われる、まあ、簡単に言うと次の総理を目指す人なんじゃないのかと言われている人が、はい、67歳の高木剛さん、60歳の松野博一さん、はい、60歳の西村康稔さん、59歳の萩生田光一さん、ここまでは全員衆議院議員なんですが、5人衆はもう1人参議院議員の世耕弘成さん60歳、はい、というこの5人がいわゆる5人衆という、安倍派の中では有力者で、会長代理の2人の塩谷さん下村さんというのは、このお二方は、うん、ご自身が総理を目指すつもりはないんですかね。
いや下村さんに関してはまだまだ野心があるんではないかという話もある。73歳の塩谷さんが少なくとも総理を目指しているという空気感はないですかね。ないですかね。だからまあいやその今回の、決定は塩谷さんがまとめた形ですね。はい、どちらかというとまだちょっと総理に色気があるんじゃないのという見方もされがちな下村さんとしては、はい、次の世代に完全に総理候補が移ってしまうような決定は嬉しくないと、うんうん、と見ていいですか。実際この常任幹事会の話を塩谷さんから持ちかけられたときに拒否しているという報道が出てますからね。下村さんはで、常任幹事会という制度が今日できましたと、はい、設置が決まりましたと。設置が決まったと。で常任幹事会のメンバーは、人選は塩谷さんに一任をするという形になっているんで不透明なんですが、今辛坊さんがお話になったその5人衆と呼ばれる次の総理を目指そうかなっていう次の世代の人たちが入るんじゃないのと言われてますね。でトップは何人なんですかね。代表という名前になるのかしら、それとも常任幹事会会長座長なんですかね。座長になるんですかね。座長で常任幹事会の座長が塩谷さんで、はい、その幹事会のメンバーとして次の総理を目指すであろうという今の5人衆の名前が上がってくる、はい、そうすると、はい、飯田君なんですか。ぶっちゃけ私が下村博文さんなら、はい、面白くないなこれ、面白くないなと面白くないなとこうな私なら思うだろうと思いますが、どうでしょうか。いやーまあね、今までルール拒否してきたっていうような経緯もありますから、こんだけ反対してんのにまだこれで決めるかって、そういう気持ちでしょうね。どうなんでしょうか。そのあたりは大人だから、はい、やっぱり最大派閥の中に所属しているということには当然いろんなメリットがついてるわけで、はい、そこから出るというような動きはないですか。今のところその結束の部分っていうのはなかなか割れないというか、割っちゃったら結構発言権なくなっちゃうよねみたいのが今までの歴史上もあるので、割れるに割れないみたいな。今までの歴史で言うとやっぱり100人規模になると、はい、過去のやっぱり例で言うと割れる方向に力が働くこともあるよね。この辺が微妙だわね。だから他の麻生派、茂木派、岸田派というのがいずれも二階派も含めて50人前後という数字が、そうですね、まあ、おそらく自民党の派閥としては一番安定感のある数字なんだろうねこれが、うん、それでなおかつその派閥の中に次の総理を目指す注目の一致する人物がいるということになると、その派閥は安定するけれども、逆に人数が増えすぎた上に総理になりたいという人がいっぱいいると、はい、まあ、ある意味収拾つかなくなっちゃうっていうようなことかしら、はい、私ねこういう方面に関してね非常に疎いというかあんまり興味がないもんで、飯田君よろしく。いやまたまたよろしくじゃないですよだから派閥対派閥みたいなものはやめようねっていうのは結構言われてるんですが、まあ、一方でこの自民党安倍派清和政策研究会というと、まあ、総理やった人は例えば森さんとかね、森喜朗さんの発言力っていうのも未だにあるとい、まあ、そういう意味じゃ本当の意味の長老は森喜朗さんだろうね、はい、森さんはもともと7月の頭安倍さんの一周期までには会長決めようねっていう話をしたんですが、森さんはどういう気持ちなんだろうね。森さんとしては、まあ、まあ、萩生田さんを推すような発言をされた時期もあります。萩生田さん、まあ、今言った5人衆の1人、つまり常任幹事会のメンバーにおそらくなるであろうという、はい、今さっきから言ってる5人衆の中では、1歳ぐらいしか違わないんだけども一番若いっちゃ若いですよ。59歳、そうですね、東京24区出身。この東京24区出身の萩生田光一さん、はい、官房副長官、文部科学大臣、経産大臣などを歴任されてる、東京選挙区の国会議員でいらっしゃるんですが、はい、名前もそこそこ国民には浸透してるだろうと思いますが、この人がもし総理になるかならないかということで資格は何って言われたら何ですかね。まあ、ご本人まず俺はそういうキャラじゃないよっていうのを、まあ、結構言ってらっしゃるそうなんですよね。だから意欲がどこまであるのかっていう話が一つと、まあ、それから今東京都連の会長をされているんですが、まさに東京都連がですね、与党の公明党と揉めてるっていうのがあるんで、ここら辺萩
萩生田さんにしちゃったらまたハレーションが起こんじゃないのとかいろいろこうね言われて、まあ、それでいうとやっぱり都市出身の国会議員って、はい、選挙が大変だから、そうですね、日本であの総理大臣というと、まあ、山口県の方が多かったり、北関東の方が多かったりっていうのは、はい、構造的な問題があって、地方の方が要するに多選っていうか選挙が強いっていうか選挙心配なく何回も連続して当選ができるけれども、東京の場合選挙が不安で一回落っこっちゃうとキャリアがそこで中断されちゃうっていうことがあって、なかなか都市出身の総理大臣が生まれないっていう構造的なものはありますけどね。そのあたりを打ち破って東京出身の国会議員から総理大臣が出るのか出ないのかというところも一つの、はい、まあ、あの見るポイントではあります、うん、はい、お時間です。ズームオンでした。8月17日木曜日、時刻は午後5時を過ぎました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。5時を過ぎました。ズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のズームをミュージックリクエストのお題は、阪神があれに向けて走り出した時に聞きたい曲です。はい、いただいております。長野県飯田市、61歳の飯田雑工事さん、阪神のあれで聞きたい曲といったら、じゃあこれ飯田さんに歌ってもらいましょう。あれあれ阪神様だだ。というわけでね、はい、松平健さん、松健さんは、うん、おれ続いて練馬区の免許停止中さん、57歳男性の方、本日のズームをミュージックリクエスト、阪神があれに向けて走り出した時に聞きたい曲は、ちょっと待ってください。ラジオネーム免許停止中って、あのリクエストしてる場合じゃないんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですかね。でもいただいてるんですよ、はい、あれは誰だで始まるデビルマンの主題歌でお願いします。うん、ね、確かにあれは誰だ言ってますもんね。言ってますね。神奈川県横浜市浜の浜松町さん、28歳男性は、阪神強いですね。他球団ファンの自分から見てもノリノリです。そこでズームオンミュージックリクエストは、湘南の風、水蓮花でお願いします。阪神があれに向けて、あれ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 、真夏のジャンボリー、レゲエ砂浜ビッグウェーブ、まあ、こういう感じの歌詞があるってことですよね。ご陽気でいいんじゃないでしょうか。はいラジオネームシュバルツバルトさん、51歳男性は、はい、マックスのトラトラトラ、お、わかりやすい、うん、足立区にお住まいのシェルドンさん、44歳男性はですね、仕事をしながら拝聴しています。もし本当に阪神があれしちゃったら、めちゃめちゃ大阪が盛り上がりますね。これに乗じて阪神ファンも大阪ファンも増えそうですね、ということで、ドリカムの大阪ラバーをリクエストします。ああ、名曲ですね、はいはいはい、そしてこちらの方は市川市の野菜肉さん、62歳、リクエストは嵐でハピネス。これは走り出せ走り出せ、そしてあれしてタイガースファンはハッピーになるのでしょう。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ですよ、ズームオンミュージックリクエスト、はい、本日は、うん、どうしようかな。湘南の風、水蓮花。おお、じゃあ水蓮花ね、はい、エンディングでお届けいたしますので、はい、阪神ファンの皆さんもそうでない方もね、ぜひ楽しみにしてください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、辛坊さんへの質問、飯田さんへのね、モノマネのリクエスト、ニュースや普段の生活で感じる疑問など、メールは zoom@1242.com で、番組の感想など旧ツイッター X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ベトナムの EV メーカーがナスダックに上場、初日の時価総額でフォルクスワーゲンやフォードを超える。ベトナムの EV 電気自動車メーカー、ビンファストがナスダック市場に上場しました。
取引初日の終値で評価した時価総額は850億ドル、日本円にしておよそ12兆円を超え、ドイツのフォルクスワーゲンやアメリカのフォードなどの自動車大手を上回りました。ちょっとなんかバブルっぽいですね。バブルっぽい。まあトヨタの時価総額で確か今同じぐらいの規模だと思いますよ。もしかするとちょっとトヨタの方が下かもしれないですけどね。だけどまあアメリカ、ベトナムの企業が多分アメリカの株式市場に上場するのはこれが初めてで、時価総額で12兆円なんかもうこのぐらいの最近なんかねいろんなことでね円に換算するとわけわかんなくなっちゃうことが増えましたね、円安のせいで。例えばねこのベトナムのまあ電気自動車メーカーがアメリカで売ってる電気自動車があるわけですよ。これの値段がいくらかっていうとですね49,000ドル、49,000ドル、これ日本円に換算すると今の為替レートだと700万円近いですね。700万円近い。それでね今後これが売れるかどうかっていうのがね微妙なのは、あのテスラの一番安いモデルで5万5000ドルぐらいなんですよ。まあ、それでも今の為替レートだと800万円ですね。だからベトナムの SUV で、この今回上場した会社がアメリカで展開しようというのが700万ぐらい、まあ、あと100万出すとテスラ の, あの電気自動車が買えるので、アメリカの消費者がベトナムの車を選ぶのかと。もう一つ大きなファクターがあって、最近アメリカ政府がちょっと私なんかの見る目は やりすぎだろうと思うんだけど、補助金を、とにかくアメリカ国内ものを極端に優遇するということで外国製品排除なんで、電気自動車ってやっぱり100万前後どこの国でも補助金出してたりなんかするのに、それがやっぱり外国製品だと補助金が出ないということになると、さあここの価格差100万円で700万円とか800万円みたいな、でもこれ日本円に換算するとベトナムの車が700万円でアメリカで売られてるのっていう、これだからね円がここまで安くなっちゃうとそういう感覚でなんだかよく分かんないな、そんなもん誰が買えるんだって話なんですが、さすがにねこの800万とか1000万とか最近この同じこのベトナムの会社が出してる高い電気自動車って日本円に換算すると1000万円超えてたりなんかするんで、さすがにねアメリカでもまあこのぐらいの値段になってくると、まあアメリカの賃金水準はだいぶ上がってますけども、でも買えそんなに簡単に買えるわけじゃなくて、今どうやって買ってるのかというと、電気自動車に関して言うと世界の販売方式では圧倒的にね月額定額のリース制っていうのが多いんですよ。というのがやっぱりねガソリン車に比べるとやっぱりバッテリーの交換みたいなことになるとエンジン取り替えるのと同じぐらいの値段がかかる、でバッテリーって消耗品なんで一定期間使うとやっぱり新たにバッテリー全特価ってことになると、とんでもない金がかかると、それで二の足踏んじゃうお客さんも多いので、今電気自動車を売ろうとしているメーカーはどこもですね戦略としては月額定額のリース制、だからアメリカなんかでもそのものすごく高額の電気自動車、700万円、800万円の車でも月額10万円、日本円に換算して月額10万円ぐらいのお金でリースしましょうと。それで基本的に後のメンテナンスは全部そのお金さえ払ってくれればバッテリーが傷んじゃった場合にはうちが交換しますからという、そういう商売で今展開してるみたいですが、まあ、でもねここから先このネタを私に喋らすのはやばいと思うんだな。え今日は暴言特集なんでね、休み前の。いやいや そんな特集じゃないですよ。休み前の、そうじゃないの、休み前の暴言入ってさようならとかそういう特集ではなかったんだ。そんなことを考えてるのかなと思いました。そういう意味かなとか思ったんですけど、このネタ持ってくるな。というのはですね、まあ、小さな声でしかあえて申し上げませんけれども、まあ、明らかにちょっとやっぱり日本 EV 配線が見えてきてるわけですよ。電気のチャージのインフラがやっぱり中国なんかね、すげえなと思うのは、東南アジアで電気自動車、中国の電気自動車を売るために中国政府が金出してそれぞれの東南アジアの国で電気のチャージ網というのを先に作るわけですよ。まあ、あと自動車メーカーは車を売っていくという、そういう商売で、ベトナムなんかはね、ベトナムは東南アジアの中でも、まあ、あんまり中国との関係が良くないということもあって、そんなに中国の電気自動車が普及している感じではないです。私この2年ぐらいの間にベトナムだけで4回ぐらい行ってますが、だけどやっぱ様変わりだなと思うのは、
昔はやっぱり東南アジアどこの国行ってももうとにかく日本車以外は見かけなかったんですよ。ところが今東南アジア行くとですね、聞いたことないようなメーカーの車がいっぱい走ってんですよ。知らねえぞこんなもん。最近さすがに最近あの中国の BYD だと、まあ、あ、中国の電気自動車だって分かりますけど、中国の電気自動車メーカーってもう星の数ほどあるんですね。で、あの私ら世代でイギリスのスポーツカーで MG っていうブランドがあったんです。MGB とか MGMZ とかって言って、うん、まあ、往年のスポーツカーファンでイギリスのライトウェイトスポーツって言って MG っていうブランドがすぐ出てくるんですが、ところが日本ではもう全くクラシックカー以外では見かけなくなった MG っていうやつがいっぱい走ってんですよ。なんで MG がこんなに走ってんの？それも新車で走ってんですよ。で、調べたら中国が MG ブランドを買収してですね、東南アジアで MG ブランドで売ってると、そういう動きなんですね。だからね、それとまあ新興メーカーは全く聞いたことのないような車も含めて、あ、なんかすごい勢いでパラダイムシフトが起きてるなっていう感覚があるんですが、じゃあなんで日本がこれ EV で廃線を迎えようとしているのかとかですね、それからまあ昨今冒頭からお話ししている鉄道網の話であるとか、それからあの明らかにあの日本で実験が遅れている自動運転であるとか、極端に遅れてますからね。これ全部旧運輸省、現どこの役所ですか、今国土交通省ですか、はいはい、今の国土交通省というのは旧運輸省、はい、建設省、はい、国土庁、北海道開発庁、うん、この4つの役所が集まって今の国土交通省で、この国土交通省は過去10年間全部公明党の方が大臣をされてる。で、最近のニュースでですね、いやちょっとやっぱり自民党の中で国交省を自民党に取り戻すという、はい、そういう動きが出てるぞっていうニュースがありますね。ありましたね。私ね、はい、この報道の視点おかしいと思うんです。つまり、いや典型的な利権官庁ですよ、うん、公共事業を含めて典型的な利権官庁みたいなところを10年間連続で同じ党派に任せておくというのは、やっぱりそれがどれだけクリーンな政党であろうと勢力であろうと政治家であろうと、やっぱり権力は腐敗する、絶対権力は絶対腐敗するという資源がありますけれども、やっぱこういう典型的な利権官庁を10年連続で同じ党派に任せておくと、当然あの国土交通、旧国土建設省マターにしろ、旧運輸省マターにしろ、そこに話し通すということが10年間で出来上がっちゃいますよね。だからこういう利権官庁に関しては定期的に人事異動するというのがやっぱり社会の常識であるはずなのに、だからその観点から同じ党派に一つの利権官庁、典型的な利権官庁のトップをずっと任せておくということについて、うん、岸田政権どうなんだっていう視点が大切で、それを自民党が取り戻すとか取り戻さないとかという、はい、そういう次元の話じゃないんだということを誰も言わないんだな、これが。ただまあそれを言い出すとね、はい、じゃあだけど他の官庁は全部自民党じゃねえかって話なんだけど、まあ今日さっきのコーナーでもやったように自民党の中にはいわゆる派閥争いというのがあるし、自民党に政権を任すというのはこれはまあいわゆる有権者の判断だけれども、だけど有権者の判断として別にあの利権官庁の最たるところの国土交通省のトップをずっと公明党にやらせとくという、そういうところまで有権者は決められないからね、そこは責任、政治の責任としてきっちりローテーションをすべきじゃないのか、飯田君、総理どう思う？皆さんにしっかりと検討していきたいと思っております。まあ便利ですね、貴重なご意見ありがとうございます。今日岸田総理の登場を待っていた皆さんのためにご用意しました。はい、そういうことです。ありがとうございます。ズボンでした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは横浜市港南区浜の浜松町さんからのリクエストです。湘南の風、はい、水蓮花、はい、ということでございました。湘南区の方からいただきました、はいはい、私この歌詞カードを見ながら聞いておってですね、はい、そうだよね、今はそう読むよなと思いながら、最初の方 にですね、この思い水面に光るっていうのがあるわけです、水面と書いて水面、こう読みますよね、うん、これ今皆さん常識だと思いますが、うん、ところが私ね、これ局に入った時水面と書いて水面と読まされたんですよ。水面、水面、
いまだにね、みのこれ水面ですけど、個人的には水面と読みますけれど、水面というのが普通だと思いますけど、はい、この歌詞でもそうなってますけど、うん、でも私水面というふうに教わったんですね、これが。どっちが正しいか、それ以降、まあ、迷ってる暇はちょっとないんでお知らせですから、ね、この後はショーアップナイターバンテリンドームから中日対巨人戦、そして明日ははい、OK 工事アップ日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんとお送りいたします。はい、その後あなたとハッピー春風亭一之輔さんとファッションについて一言メッセージテーマです。でこのズームそこまで言うか、来週8月21日月曜日から24日木曜日まで辛坊さん夏休みのためお休みです。お休み、いや研修旅行です。研修旅行、あのエッフェル塔の前で、あのあで三角作って、はいはい、ちょっと月曜日のピンチヒッター落語家の立川志らくさんですので、辛坊さんも気をつけて楽しんで、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と飯田浩司でした。またね。